古見さんがいる私の部屋に。あれ、これってすごいことなんじゃないか。クラスの神が私の部屋にいるって。そうだ、ちょうど今やってるゲームがクライマックスだったのだ。ぜひ見ていくがいい。見てくれこのグラフィック。最新のゲームはここまで進化しているんだ。どうだこの現実より美しい映像は。まずい、このままじゃゴミさんにつまらない人って言われる。もう二度と遊びに来てもらえなくなる。どうすれば。何して遊ぶ。せっかくだし4人で遊べるやつにしようよ。小学生の時にすごい流行ったもんね。みんなやったことあるでしょ。ラジオ誰に言っている。10人かじった程度なら正しい。うん、まあそうだよね。ゴミ打ちよ。お兄さんカモだぜ。我が盟友に手は出させない。で、こっちが移動ボタンで。あ、そうですそうです。で、これが、ジャンプで。我が城に招いたからには古見さんに楽しんで帰ってもらわなければならない。カモになどさせない。甘い甘い。小学生の頃から変わってないね。古見さん、ジャンプボタン連打してください。ジャンプボタン。今後からの一瞬の助け。しまった。まだ僕の方が一枚上手なようだね。とどめを刺し。ああ、沼にはまると泥がついて動きが遅くなるので R2 ボタン、 R2 ボタン。あ、いや、こういうゲームなんで大丈夫ですよ。ここです。そうですそうです。守るべきものがあるこの我に負けの二文字はない。気持ちだけで勝てるほどこのゲームは甘くないんだよ。どこを見ている。しまっ。K.O. やったなじみちゃんに勝った。負けた。見たか、初勝利。いや、今のまぐれだから。は、コミさんのドロキャンに不意をつかれただけだから。負け惜しみとは見苦しいぞ。じゃあ次本気でやろうかな。いいだろう、我も肩慣らしが終わったところだ。ふぅ。